さらにシーツが重なっている日など、よりすぐりの日を抽出してお知らせしたいと思います。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。豪華開運グッズが当たる高見アワードを開催しています。どこにも発表したことがない秘密の応募者全員プレゼントも準備していますので、残り約10日間、ぜひ応募してみてくださいね。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。5月6日からドリームジャンボ宝くじが始まります。ネットではもう予約購入ができるようになっているので、事実上もう始まったようなものですね。視聴者さんのコメントでもドリームジャンボ宝くじの吉日を知りたいですというコメントをいただいたりしてまして、早く吉日をお知らせしなくてはということで、今日はドリームジャンボ宝くじの購入の吉日についてお話をしたいと思います。まずはじめに龍神さんの空に場を清める T 社のところから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。はじめに今日からドリームジャンボ宝くじ最終日の6月3日までの吉日をダダダダーっと紹介しますね。紹介する日程は全て宝くじ購入の吉日となりますので、どの日もいい日です。発売前の5月5日まではネット購入のみが対象となるので、注意してみてくださいね。その後に宝くじ購入の吉日の中でも、さらに吉日が重なっている日など、よりすぐりの日を抽出してお知らせしたいと思います。それでは宝くじ購入の吉日から発表します。4月23日、29日の2日間です。そして5月は1日、2日、5日、12日、14日、20日、26日、28日の8日間です。6月は6月1日の1日、全部で11日間となります。この11日間は宝くじ購入の吉日となりますので、他の暦であまり良くない日が入っていても問題はありません。ただ、せっかく買うならベストの吉日で狙いたいという気持ちになりますから、この中でも暑い日を月別に見ていきましょう。4月は23日、29日、どちらもいい日なんですね。高額当選者に12直の密の日にしか買わないという人がいるぐらいの吉日。すべてが満たされる結果となる密の日が重なっています。視聴者さんの中でも密の日に行ってみようと購入されて当選された方もいらっしゃいます。そして、29日は結構面白い吉日で、いろいろ重なる日なんですね。一粒万倍日で、一粒のもみが万倍にも実る吉日に、干支は大黒天様と関わりのある根の日なので、金運にも良く、十二直もなる。で、新しいことの始めには、すべて達成成就の運気で、吉という日になります。そして、前歴が結構運気が強い日が重なるんですね。前歴は黒金といって、普段よりエネルギーが3倍強い強運の日があるんですが、この日は黒金の中でもさらに強運と言われる角黒金という日なんですね。角黒金、なんのこっちゃいという感じですが、すごく運気の強い日と思っていただくといいかなと思います。結構不思議なことや奇跡的なことが起こりやすいと言われる日なので、この日は個人的には何かありそうだなと思っています。絶対間に合わない時間に家を出て、電車も乗り遅れてるのになんでかわからないけど間に合っただったり、事故にあってもなぜか無傷で済んだり、普通じゃないことが起こる日なので、何が出るか面白そう、そういう楽しみ方が好きな方、ちょっと試しにだったり、そういう方にはおすすめの日です。続きまして、5月に暑い日は1日寅の日&新月、2日14日26日全部一粒万倍日と大安が重なるダブル吉日です。1日は始まりの新月に、出て行ってもすぐに帰ってくる虎の日、ギリギリ龍神月にも入っていますから奇跡の組み合わせです。前歴でも豊かさを夢見ることでお金が巡る星が入っていますので、まるで宝くじのための日のようですね。そして2日14日26日の一粒万倍日&大安ですが、去年のドリームジャンボ宝くじは一粒万倍日に購入された方から100万円当選のご報告がありましたので、それもまた縁起がいいですよね。3連続で続くところもちょうどドリームジャンボ宝くじ期間と重なってよかったなと思います。2日は88夜でもありますので、豊かさを表す8。が重なる意味でも縁起がいいんですね。ちなみに88のエンジェルナンバーの意味は、これからお金に困ることがない生活が待っている、大きな富が訪れるという意味があります。宝くじとシンクロしすぎて鳥肌ものです。2日までは予約購入になるので、ネット購入のみになります。また2日までは辰の月が入るので、友人様とご縁があり、5月14日16日は美の月に入りますから、こちらもまた金運、財運に恵まれる月です。弁財天様に参拝に行った後、宝くじを購入して当選された方や、白蛇様を見かけた後、当選したという方、宝くじは相性がいいようですね。さらに5月14日はマヤ暦でお金の星が入っていて、5月26日のマヤ暦ではお金の星と龍が入っています。どちらの日もいいですので、ビビビビッと来た日がいいですね。最後に6月ですが、6月は他の吉日と重なりはないようです。番外編で一つ、去年宝くじの吉日ではなかったんですが、高額当選者が出ている12直の密の日に二十四節気の小満とダブル密の日があって、この日に購入されて当選された方が何名かいらっしゃいます。これが今年は5月30日に来るんですね。しかも密も小満に加えて大安と新月も重なります。金運財運の美の月に前歴に友人様が入るという、結構いろいろ重なった面白い日なんです。宝くじ購入の吉日は入っていないんですが、ここも一つありかなという感じがします。暑い日を簡単にまとめると、4月は23日、29日、5月は1日、2日、14日、26日、そして番外編の30日となります。選び抜いた吉日に購入したい方は、いいなと思う日を選んでみてくださいね。また、吉日以外でも直感でビビビビッと来た吉日や、なぜだか急に無性に宝くじが気になったという時に買って当選したという方もいらっしゃいますので、直感タイプの方はその時が来たら購入することがおすすめです。宝くじ高額当選者に起こる前兆や宝くじの保管方法など、これまでに動画でお話をしましたので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。前兆の一つ、鳥の糞が体に落ちてきて、お姉さんが前兆のことを知っていて、乗り気ではない妹さんを言いくるめてスクラッチを買ったところ、2等30万円が当たったという方もいらっしゃいますので、チェックしておいても損はなさそうです。ちなみに僕の奥さんは宝くじ売り場の向かいで、鳥の糞が肩の後ろの方に落ちてきて、あれ何か落ちてきた気がすると思ったものの、白いカーディガンに白い糞で気づかず、そのままお家に帰ってきたことがあります。ある意味すごいニアミスだと思います。あと今日お話をした吉日の中で、この日の購入にいい時間を知りたいという方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてください。リクエストが多かった日は、セカンドチャンネルの高見チャンネルの方で購入にいい時間を発表したいと思います。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。今日は当選を願って、いつもより長めに振りますね。それでは明日の動画でお会いしましょう。